これは TDR 土壌水分計といって、土壌の水分を現地で測定することができる道具です。 TDR ってのはタイムドメインリフレクトメトリーとかっていう英語の略なんだけれども、誘電率の違いを生かして土壌の中にどれだけの水が含まれているかっていうことを現地で測定できる道具、便利なんだよね。実際土の含水率は土を持って帰って重さを測ってオーブンで乾かして、また重さを測ればその少なくなった分が水の量ってことで測定もできるんだけども、これは現地で直接、土の構造を変化させない状態で含水率を測ることができます。で、実際にどういうふうにやるかというと、測定したい深さをきちんと決めて、これをまっすぐ差し込みます。グッと。で、電源を入れてリードと押すと、ここに答えが出て、今 25.4%。 これは体積水分率なので、ある体積の中に 25.4% の水がありますっていう意味です。で、これを使えば深さごとに、例えばもうちょっと深いところの水分を調べてみたければ、もうちょっと深いところにこう石が当たるというか差し込んでみて、もう一回押してみる。で、この 33.3% っていうふうに、少し関数に違いますよね。そういったことが現地で直接できる非常に便利な